伊豆大図鑑始めまーす。はい、はい、ということで、静岡県は伊豆半島のど真ん中にございます、いちごステーションからの収録でございますけれども、はい、前回ブラタモリの話題から天城トンネル、はい、天城を越すのはどんだけ大変だったのかっていうところのお話をしたんですけれども、うん、実を言うとこの今の収録の1個前に1回全部8割ぐらいやっちゃって、だからその図が残ったりしてるんですけど、いろいろ事情があってですね、途中で止まってしまったんで、もう一回やり直ししてますんで、僕ら同じ話2度するんで、かなりつまんないです。はい、ということで、橋本太一さんです、はい。よろしくお願いします。はい、ということで、その旧天城トンネルを、はい、の、ブラタモリでご紹介になったんですけれども、はい、天城トンネルっていうか、天城を越すのは相当大変だったと。そうですね。で、じゃあ海岸線沿い行けばいいじゃないって、今だったら135号線という、はい、道路があって、これまあもし今だいぶ道路が良くなりましたからあれですけれども、その伊豆縦貫道ができるまでは、今、この辺まであるわけですけど、伊豆縦貫道が、ね、できるまでは圧倒的に下田に行くのには135号の方が早かった。そうですね。で、今その伊豆縦貫道を作っているので、これ完成すると、もう沼津で、東名高速降りて、そのまま行くと135号よりも絶対にこの中央通る方が早いというようなことになるわけですが、さあね、これでもどのぐらい難所だったんですか。はい、これですね、本当に楽そうに見えるんですけれども、はいはい、ね、でも江戸時代に有名な地図を作った伊能忠敬という人がいますね、はい、先日その伊能忠敬の、地図をする作るお手伝いをする会っていうのがあってですね、はいはいはい、お手伝いをした人の会っていうのがあって、はいはいはい、で呼ばれて行ってきたんですけど、ね、はい、どうしてもちょっとお手伝いして、はいはい、どんな方々が200年前にまあそういうわけじゃないんですけどね、地図を作るのにお手伝いをしたっていうことは伊能忠敬を止めてやった人、はい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 、それから途中で荷物を運んでやった人とか、はいはい、たくさんいるじゃないですか、それでないとあんな地図ができないんだよっていうところでですね、はい、伊豆の人も呼ばれた人いるんですよ、はいはいはい、私以外にも。あ、そうなんですか、はい、で、私は別に何もしてないんですけどね呼ばれちゃってはい、はい、ごちそうさまでした、はいはい、というところでですね、伊能忠敬は今そのお手伝いをする人たちいたにもかかわらずっていうところでお話を、なるほど ね、はい、で、かかわらずここの道ですね全部を歩いてそっくりをできなかったんですね。もう伊能忠敬というと、全部を歩いて測量をしたという、あの伊能忠敬さんでさえ、実は東海岸は歩けなかった、歩けなかったんです。地図そのものはでも作られてたのは、作ったので、それを船から見てこんなかなっていう、ある程度推測なんだ、推測の大変ですね。 で今135号をずっと行くとですね、東伊豆町のあたりで、こう普通だったらまっすぐ行きたいのに、こういうところもあるんですよね、こう入り江になってて、はい、多分この辺りは行けなかった可能性が高い、そうですね、この入り江になってるところは多分取れたと思うんです。ああ、ここよりもっとって本当に切り立ってるところですね、もうちょっと伊東寄りに本当にこう切り立ったところありますね、はい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 、はい、あの辺りとか行けてないね、はい、へえ城ヶ崎の吊り橋のあたりとかも多分相当難しかった、そうですね、はい、ということは、はい、海岸線沿いは無理と、じゃあもうとにかく、はい、じゃあもう天城を越えようよ、これ西海岸の方はどうだったんですか。西海岸は全部測量したんですけど、でも遠いですよね、どう考えても、どう考えてもねで天城を越えたいということで、はい、その天城トンネルが出来上がりました、はい、で今では旧天城トンネルということで、観光名所としての、見方になるんですけれども ね、はい、これはでもただ歩いて通ってただけじゃないですよね、はい、これはなんか交通手段というのは出来上がるんですか。そうですね、トンネルができると、はい、やっぱり下田の人たちが、これ下田っていうかね、南伊豆の人たちが天城越えたいわけですよ、はい、うん、北の人たちは行けるようにはなったんですけれども、はい、南側の人たちからすると、もう生活の確保ということですね。そうなんですね。ですので下田にあった下田バスというところがね、はい、まず大人までバスを通すわけですよ。
はいはい、これ大人までというのは、はい、あの伊豆箱根鉄道の終点は大人でしたから当時そうですね、はい、ですのでここまでバスを通すということで、はい、あの当時東海バスというのと、はい、下田バスというのがあったんですけれども、はい、で東海バスは伊東と大人の間を結んでたんですね、はいはい、でも下田の人たちだから大人から下田行きじゃなくて下田バスが大人まで来る、はあ、これはまさにその気持ちの表れですよね。なるほどね、はい、でバスが通りました。あの、はい、今も、はい、あの観光的にっていうか、うん、あのボンネットバスが年に何回か通ったりするんですけど、はいはいはい、あそこでも車でも通っていいんですもんね。通っていいんですよ。車で通りましたもん、はい、うん、ただ反対側から車が来るとどうするんだっていう。そうそう、ロケ中にもですね、ええ、車通るんですよ。はいはい、大変でした車通るとまあでもあそこね、普通乗用車だと、うん、実を言うと、うん、すれ違うことができるぐらいの幅があるんですよ ね、うん、ね、そうです、うん、で、はい、まあその前回お話しいただいたそのアーチ状の、はい、だからちょっとこう真ん中膨らんでるけど、うん、まあっていう、でも、はい、あの普通乗車はすれ違えるぐらいの道路です、はい。じゃあこれができたことによって、はい、南伊豆と、はい、それから北伊豆、また特に南伊豆の方々にとってみれば、はい、本当に生活路の確保ということになったと。そうそう、生活路、生命線になったわけですよね。ですよね。でしかも今はさらに、うん、その旧天城旧ってついてるということは、その、うん、ちょっと西側にあの414号線の、はい、あの天城トンネルというのが出来上がってて、はい、でループ橋を使って、はい、下田まで行くと。ですよね。でさらに今伊豆縦貫道というのが間もなくできようとしています、はい、下田まで。そうですね。これ完成すると本当にもう伊豆半島はぐっと小さくなりますね。そうですね、はい、うん、まあ押してるから小さくなるんでしょうかねあの年に2センチぐらいですかね、うん、まだ押してるんですよ ね、うん、すね。伊豆半島は本州をまだ 年に2センチから3センチぐらい押してます、うん、はい、はい、これ押してるんですけど、うん、あのすみません話を本日するちゃうんですけど、うん、これ押し続けると例えばあと1万年後ぐらいになるとどんなことになるんですか、うん、なくなっちゃうんじゃないですか。どっちがなくなる。伊豆半島がなくなっちゃうんじゃないですか。皆さん伊豆半島を楽しむなら今しかありませんということで、はい、伊豆大図鑑今回はここまで、はい、終わりまーす。